はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、龍剣士やっていきましょう。龍剣士ですね。新しいボックスで追加されました。合龍剣士ダイナスターパワフルと、あと龍剣士マスターペンデラムが追加されまして、こいつらが、まあ何ができるかっていう話なんですけれども、ダイナスターパワフル、いっぱいいるんですよ、龍剣士って。で、いろんな、デッキと、まあ組み合わせて使っていることが多くて、OCG の方だとエンタメイト龍剣士、EM 龍剣士っていうデッキが環境トップだったこともあるくらいめちゃくちゃ強いテーマでございまして、ある、大会では、OCG の方ではね、龍剣士、EM 龍剣士しかいないっていう分布図みたいなのが、100% EM 龍剣士っていう時代もあったほど環境がぶっ壊れていたと、その時期に活躍していた、まあ、モンスターであるっていうことですね。で、合流剣士ダイナスターパワフルが何をするかっていうと、こいつの一番の効果めちゃくちゃ硬いです。まずそもそも、龍剣士ペンデラモンスタープラスペンデラモンスターで融合召喚できまして、融合必要としません。フィード上の、この素材をリリースすれば、エクストラデッキから特殊召喚できるっていうことで、まあ、リリースしたモンスターしかも、エクストラデッキに加われますから、また、次のターンでペンデラ召喚できたりするんですけど、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分のモンスターゾーン、ペンデラムゾーンのペンデラムモンスターカードは、戦闘及び相手の効果では破壊されない。つまりですね、全部守れるんですよ。例えば、まあ、ダイナスターパワフルの横に、まあ、オッドアイズペンデラムドラゴンとか、アークペンデラムがいたとして、で、そいつは戦闘効果で破壊されませんし、そもそもペンデラムスキルに貼ったアークペンデラムとか、龍剣士マスター P とか、オッドアイズとかも全部、効果では破壊されないんですよ。つまりサイクロンが効きません。まあ今で言うとディバインガイとかの効果も、まあ、使えませんし、これめちゃくちゃ強いんですよね。1番の効果で2番目の効果で1ターンに1度自分のメインフェーズに自分の手札墓地からペンデラモンスター1体を選んで特殊召喚するっていう効果も一応ついておりますという感じですね。で、この効果で特殊召喚したモンスターは融合素材にはできませんよ、みたいな効果になっております。で、この、まあ、ダイナスターパワフルをどうやって出していくかっていうと、やっぱ、龍剣士、ペンデラモンスターを2体並べないんですよ、これ。ペンデラモンスタープラス、龍剣士で。だから、まあ、一番簡単なんだ、これ。レスキューラビット。レスラビで、マスターペンデラも2体出してくれば、もう即座に、ダイナスターパワフルが出せますんで、まあ、レスキューラビット1枚でダイナスターパワフルを出しながら、ペンデラムスケール貼って展開していくのが、まあ、理想ですね。それができるように天空の交際とか、螺旋のストライクバーストが入っているという感じです。動き方的には、前回やったオッドアイズのデッキと似てるんですけど、まあ、このパワフルが出ることによってかなり硬くなってるという話があるんで、まあ、そこをちょっと見せていければいいかなと思います。一応ね、レベル8が2体並ぶんで、まあ、エネアードとか入れてもいいかもしれない。ここ、エクストラ向けに迷ってます。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手方。エロフェニックスさんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエルは人を倒す。エロフェニックスヒーローかな。D ヒーローですかね。俺のターン。なるほど。これはストライクバーストいくしかないか。ストライクバースト。螺旋のストライクバースト。螺旋のストライクバーストでオッドアイズアークペンデルも持ってくる。アーペン。で、ちょっとハンド若干弱いですけど、まあしょうがないですねこれ。アーペン、結局天空の交際なんだよな、このカード。交際でオッドアイズカードを割れるかどうかみたいなのがあるんだよね、基本。とりあえずアーペン発動。で、龍脈かな、これ。また出せるように龍脈な気がしますね、これ。龍脈スケール1なんで、トランプガール使い回しできるんですよ。トランプガールレベル2なんですけど、スケールが1であれば、エクストラデッキから出てこれるんで、これはこうして、はい。で、ほい。で、龍剣士ペンデラモンスタープラスペンデラモンスターで融合召喚、現れろ合流剣士、ダイナスターパワフォーパワフォーパワフォーの効果、フィールド上のペンデラムカードおよびペンデラムモンスターは戦闘および相手の効果では破壊されない。なんていう硬いモンスター。そして2950という打点が守備力、まあ仮にヒーローだとしてヒーローの暗記では越せない。2950はめちゃくちゃ強いこのモンスター。ちなみにサイクロンも今効かねえ。なんとダイナスターパワフルはちなみにですね、まあちょっと小話なんですけど、ダイナミストモンスタープラス、まあ、龍剣士っていうデザインになってます。はい、ダイナミストってこの間ね、前回のパック、前回のミニボックスで追加されたカードをご存知ですか皆さん。スピノスがめっちゃ強いっていう動画出しましたけども、
あれのダイナミストデッキ、ダイナミストと龍剣士が合体した姿が、ダイナスターパワフォーです。龍軍時計塔はまあいいだろう。サイクロンを腐らせてることができるの強いね。なるほど、俺のターン。相手の癖なんだ。とりあえず螺旋のストライクバーストでバックあるしかねえか。の時計塔発動、バックあるしかねえな。ちょっと攻撃表示にすると2000になっちゃうから、まあこれは守備表示で置いとくしかなくて、多分さすがにこれ月の種とか多分あるありそうな気がするんだけど、まあ、一回ちょっとさ後ろ割ればいいか。サイクロン、サイクロンはどうせなんかあると思うんで、1枚くらい、1枚か2枚くらい、2枚あるな俺の予想。月の書、なるほど、一応使えばいいのに。今サイクロンの発動したら、あのサイクロンでペンデラムコール、ペンデラムスキル割れるぞ。一応その月の書は使っといた方がよかったんじゃないか。マスター P を守備表示で出して耐久じゃない。これ攻撃表示危ねえんだよな。これどうせ戦闘では破壊されないんで、この状態これ一回どうしますか。合流剣士のあの耐久性を信じましょう。合流剣士ダイナスターパワフルの効果によって、ペンディラムスケールのカードとペンディラムモンスターは相手の戦闘と効果で破壊されないっていう効果なんですよ。サイクロンいいでしょ。で、融合の時計塔で破壊して、で効果発動してドレッドガイが出てくる。はい、はい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 、で墓地からあいつ湧いてくるのね。はい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 、いいでしょう。でドレッド来い、でディバインガイ、オーケー、オッケー。でマスクチェンジではちなみに破壊できません。マスクチェンジあったところで暗記では破壊されません。これ両方とも今めちゃくちゃ強い、ダイレクトアタッカーできる相手。さあどうする、エド・フェニックスくん。さあどうするんだい、殴ってくるかい、バトル、なるほど、ディバインガイ、なるほど、はいはいはい、なるほど、あ破壊されないよ、あ破壊されない、破壊されない、合流剣士ダイナスター P がいるから強い、はい強い。勝てー勝てー、このデッキ、このデッキ勝てー。アークペンディラム来た、アーペン来た、アーペンは一応出すか、何かに行くか、一応マスクチェンジされて、マスクチェンジされてもいいか。最悪アーペンでなんかランサーかなんか持ってこいるかもしれないしな。アーペン破壊されても別にいいから、アーペンでてか破壊されねえ、そもそもの合流剣士ダイナスター P がいるから。 P 召喚、アドバンス召喚するとかなりもったいないんで、まあさすがにちょっとペンデラム召喚かな。ペンデラム召喚で魂のペンデラム、天空に描け光の枠、アークペンデラムドラゴン、ペンデラム召喚、バトルフェイス行け。アークペンデラムドラゴンでドレッドガイを攻撃、よし、まあ、さあどうする。ちなみに今ライトニングボルテックスをもし撃たれたとしても、ダイナスターパワフルしか破壊されません。めちゃくちゃ強いですこれ、ダイナスターパワフルしか破壊されません。現状ダイナスターパワフルが横にいる、右と左にいる2枚のカードを両方と守ってるんで、守護神です、はい、守護神ですこいつは今。ペンデラムガードとペンデラムモンスターは戦闘効果で破壊されませんので、ライトニングボルテックスを撃たれたとしてもダイナスターパワフルしか知らないと。最強、何、あデッドリシーンやばい、デッドリシーンはやばい。あそれは受ける、除外は受ける。まあ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 、まあ、でも言うて2400でしょ、2400はまあ大丈夫だよ、はい、2700では越せねえしな。はい、でデッドリーシーンで龍剣士が破壊されるのかな、これは。はいはいはい、いいでしょう、まあ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 、まあ、全然いいですよ、はい。でデッドリーシーン破壊されしたら打点が上がる効果で、ダイナスターパワフルが戻ってくる。ダイナスターパワフルレベル8水属性なんですよね。これ闇属性だとめっちゃ強かったんですけど、水属性っていうね、トランプガールで、トランプガールとガトリングールで融合、ガトリングールで融合じゃねえや、オットアイズアークペンダムで融合、ガトリング乱射で、ガトリング乱射してく、ダルル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 
ガソリンクの2900、両方とも2900がでかいですね。あの暗記では突破できない打点になってるのが強いです。はい、なんで相手マスク引いてもダイレクトアタックぐらいしかできないから、まあ、これは割と盤面的に打点がかなり優秀です。ヒーロー相手に俺絶対最強だろ、あれ俺絶対最強だと思うわ、あれ絶対最強の。ペンデュラム召喚していかざるを得ないわ。なんか天空の交際ないからちょっとあれだな、いまいち弱いけど、ペンデュラム召喚していかざるを得ない、ペンデュラム召喚していかざるを得ない。あーペン出していく、あーペン出していく、はい、アークペンデュラムを特殊召喚で、これでバトルフェイス、さあ行け、アークペンデュラムでダイレクトアタック、絶対サイクロンだこれ。なんかようわからんけどなんかすげえ完封できた気がする。対戦ありがとうございました。さあお相手の方サメちゃんか、サメちゃんね、サメちゃんどうなんだろうな、相性わかんないけど、これあれじゃない、ゴッドアイズ螺旋のストライクバースト2枚来てるの結構強そうじゃない。ちょっとハンドが若干邪魔みたいなのがあるけど、で22ね、オッケー2244、オッケー2244で最強の深淵に潜むものが出てくる。これマジでさ OCG 民ありえん動きすぎてマジでびっくりするよこれ。なんか深淵のコストにさ重装兵、あー割と強いなこれ。とりあえず天空の交際先発動だ、天空の交際発動で螺旋のストライクバースト発動で螺旋のストライクバースト効果、アークペンデュラムで、アークペンデュラム発動、螺旋のストライクバースト発動、魔法カード発動、螺旋のストライクバースト、まあサーチだろうな、さすがに、さすがにちょっと展開しに行きましょうか、展開しに行った方がいいような気がする。シンソン、はいはい、なるほど、はい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 、なるほど、いいですけど、それ天空の交際しか割れませんよ。天空の交際しか割れない。まあ、なんだかんだでも言うて俺もきついな、それはでも。展開できないから、まあいいや。はい。破壊される天空の交際が。まあ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 。でも天空の交際に、深淵に潜むのを当ててくれたんで、まあ、まあいいかなっていう感じですね。でとりあえず、オットアイズペンデラムドラゴンをペンデラムセミセキング。で、レスキューラビット。召喚かな、レスキューラビット召喚で、レスキューラビットの効果発動、レスキューラビットの効果によって龍剣士マスターペンデラムを2体特殊召喚、よし、なにこのカードおかしいよ、やっぱりおかしいよ、なんかさお手軽に1枚さ1枚で2枚破壊していくの絶対おかしいと思うんだよね。トランプ、いやこれ星読みっぽいな、アドバンテージ回復できそうだもんな、星読みの方が、星読みで持ってきて、でアーペン効果でランサーかな、これ1回ランサーですね、破壊耐性あったから多分強いですね、多分強いで、これアーペンが破壊されなければ、まあ、このランサーはめっちゃ硬いんで、とりあえずランサー破壊されたらアーペン効果で戻ってきて、でランサーはアーペンを身代わりにできるんで、なんかかなり強いと思います、ね、サイレントアングラー、サイレントアングラー、オッケーで、あいつかなんだっけ、スパイダーか、オッケースパイディ、オッケースパイディ、オッケー、あのスパイダーマンの新しい映画楽しみだな。でもさスパイダーマンっていくつかやってるけど、俺アメイジングスパイダーマンがめっちゃ好きなんだよ、わかる、あの最初のスパイダーマンも面白いし、今やってるホームカミングみたいなあれも面白いけどさ、ちょっと ランサー破壊されたら戻ってこれるんで、はい、アーペン効果でオットアイズランサードラゴンが戻ってくればいいんじゃないでしょうか。はい、これなんでかっていうと、あのあれエマストーンマジで綺麗なんだよね、あのアメージングスパイダーマンのエマストーンマジ環境トップっていうのない、ディアーゼロ
こいつ、まあ、もちろんアンドリュー・ガーフィールドもいい味出してると思うけど、エマ・ストーン、あの映画でめちゃくちゃ好きなと思う。何歳や、はい、破壊されるのはいいや、これはしょうがないですね。俺のターン、ドロー。なるほど、光らねえ、光らねえの声な。で、星読みのマジック使用、ペンデラムスケルにセッティングで、一旦スキル発動、ペンデラムゲイザー。ペンデラムゲイザーの効果によってオッドアイズペンデラムドラゴンを手札に回収していくスタイル。77だもんな、77出していこう、77出していく。そして星読みの魔術師と、あ、オットワイズアークペンデラムドラゴンでペンデラムスケールをセッティングしている。俺は2から7のモンスターが同時に召喚可能。ペンデラム召喚、現れろオットワイズ、あ、龍剣士マスターペンデラム、そして龍剣士の魔術師、そしてオットワイズペンデラムドラゴン、よし。そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、激滅竜ダークアームド。さあ、ダークアームドは相手のカードをめちゃくちゃ破壊する効果を持っている。月の書、いいだろう、いいだろう、いいだろう。俺は龍脈の魔術師を通常召喚、レベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。これがペンデラムデッキの手数だ。お前のな、1枚くらいのな月の書じゃ止まんねえんだよ。止まらねえからな、止まるんじゃねえぞ。俺はデッドリシーンの効果を発動、オーバーレイユニットを1つ使い、お前のモンスター1体をゲームから除外する。シャーバトル、行け、デッドリシーン、アタック。よし、デッドリシーンの効果2700になるぜ、打点が短縮。さあ、2700になった。これでスパイダーシャークでは突破できない。残念だったな。ほう、ペンデラムスケールが割れなければどうということはない。バトル、あ、いいだろう、激滅竜をぶん殴るしかねえ。これな、なるほどな、いいだろう。俺のターン、ドロー。あー、ペンも来た。とりあえずデッドリシーン使うか。デッドリシーンの効果発動、デッドリシーンによって D マグの魔術師をスライドして切って、お前のモンスターをゲームから除外。そしてしつこくペンデラム召喚していくぜ、現れろ、いけ、アークペンデラム、そして有権士マスターペンデラム、行くぜ、バトルフェイズ移行する。ふん、おらー強えな、これ強いわ。手数がやばい、とにかく手数がやばいっていうことだけ言っとくわ。さあ、お相手の方、俺のターン、アポリア、珍しいね、アポリア珍しいな。とりあえず天空の交際発動で、交際邪魔やな。とりあえずレスキューラビット召喚で、レスキューラビット効果発動、マスターペンデュラム、はい、モンスターを頼んだぞ、はい、モンスターを特殊召喚、持ってきた方がいいかな、これ。両方とも死んじゃうからな。両方とも死んじゃうからな。ちょっと天空の個性カブにマジ弱いからやめて。毎回言ってんだけどさ、天空の個性カブにマジ弱いんだよな。こうするしかないか。で、アーペン。まあこれ融合しなくてもいいんですけどね、正直。融合しなくてもいいんですけど、やっぱ融合してデッキなんで、一応バイランスアパワフル出しますか。これ天空の交際じゃなくて、なんか叩き割るかだったらな。ちょ、なんか天空の交際2枚かぶり弱すぎ問題だけ発生するんだよね、先行。それだけマジで難しいところなんだけど、とりあえず2950で弁護してエンド、腕組んでエンド、2950腕組んでエンド。これ有権者気候喪失っていいだろ、気候で来た、気候喪失、気候喪失の効果によって、自分のフィールド上の、あ、間違えた、気候モンスターを手札に加えることができる。なんて強いんだ。さあ、気候兵将オブリガード来た、オブリガード来た、オブリガードは自分をバッカすることによってデッキから2体モンスター呼べる、気候兵モンスター。そして、破壊されるとオブリガードの効果も発動するぞ、オブリガードの効果も発動するし、なんか気候喪失の効果も発動して、ああま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 あ、もう1枚あるんでいいです、それは。それはもう1枚あるからいい。でもこれ融合デッキだから別に、ワイゼルね、はい、オッケー、ワイゼルは別に大丈夫、2950は突破できないはずだ、あのデッキは。
そしてもう機械族モンスターしか出せねえやつは、せいぜいギアギガントクロスくらいしか出せねえ、うん、いいだろう、ギアギガントクロスしか出せねえ、 OK、 ギアギガントクロスの効果いいだろう。ちょっとあれですね、4000パンチマンが出てくるとマジでやばいですね。マキシマムが出てくるとマジでやばいっす。マキシマムが出てくると装備魔法発動、広角迷彩アーマー、バトル出た、直接攻撃するやつだ、やばい、えワイゼルの手札から、速攻魔法発動、うわー手札、うわー、